おはようございますこんにちはこんばんは文化人報作曲スタッフてぃですいつも文化人報作曲をご覧いただきありがとうございます本日も文化人スタッフの厳選注目22時半のニュースをお届けします本日も K 国関連、C 国関連、米国関連など海外ニュースそして安倍元総理関連や日本の国内の野党や自民党関連などご紹介したいと思いますぜひ最後までご覧ください これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルートが厳しくなっている都合上、イングを使わせていただきます。念頭ご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日も春日を見と紹介していきたいと思います。まずはこちら。警告関連からです。日本で我々も動いてこそ、韓日関係打開の声、岸田内閣は沈黙、毎日朝日など主要メディア、ユン大統領が示してくれた立場を支持、 素材輸出規制の解除など日本も相合の措置を取るべきと要求支持率36%に急落した岸田首相は慎重というふうなことが言われていますねこれがね、えー、警国のメディアの中で報道されていると毎日朝日など主要メディアというふうなことで紹介されてますねでこちら小崎奈々さんですが警国が少しでも努力してますといえば結果が伴わなくても日本が移ろうと言い始めるのが日本のマスコミ 日本を何をされてもいい国にしてしまったのはこういう人たちというふうに言われています。ユン大統領が日本との関係改善の意欲を見せているとして日本のマスコミが日本も動こう。輸出管理を撤廃しようと言い始めたと警告で大きく報じられた。ソースは警告御用達の朝日新聞と毎日新聞。 意欲を見せれば日本を譲るなんてアホな話はない結果を出せ。そもそも輸出管理と徴用工裁判は別問題。つまり、警告が関係改善の意欲を見せようが、では輸出管理を撤廃しようとはならない。これは林外相も警告に断ったこと。ユ政権が徴用工問題の解決に積極的に動いているので、助けてやろうということだろうが、これが日本の悪しき甘やかしというふうに解説されておられます。で、こちら。 文在寅政権、北朝鮮人権記録保存所の予算を10分の1にカットしていたというふうな朝鮮日本記事も出てきております。計画で北朝鮮政権の人権侵害事例を収集、保存する法務部、北朝鮮人権記録保存所が文在寅政権下で人員と予算を大幅に縮小されていたことが21日までに分かったと。 いうふうに言われていますね文在ン政権が北朝鮮の顔色を伺っていたために起きたことだと指摘したというふうに言われていますいや出てきますねいろんなねでこちらここから収国関連からですが専門家中国共産党世界のインターネットを支配しようとしているというふうな見出しが出てきております心理社会学の専門家で研究家エッセイストでもあるジョンマックグリオン氏は21日の英文 エポックタイムズの記事で、中国共産党は世界のインターネットを支配しようとしているが、技術的には不可能だと述べた。しかし他の国や大手テクノロジー企業が中国共産党の言い方に賛同すれば、世界のインターネットは中国共産党のインターネットに似たようなものになるというふうなことが言われていますね。怖いですね。で、こちら、中国最大の淡水湖が川に干上がる。長江の川底が 草原にというふうなことが言われていますね。もう相当干上がっているようですね。で、こちら、アップル元エンジニア、自動運転技術の情報セットを認める四国出身というふうに言われていまして、こういう、ね、スパイみたいな方がいらっしゃるということですね。 こちら、台湾有事の戦略不十分、ルビオ氏ら共和党議員が強い危機感を示すというふうなことも出てきております。戦略不十分と、ね、しっかりね、練っていただきたいですよね。で、こちら、中間選挙、会員は共和党の圧勝がほぼ確定、共和党238、民主党197で、オバマに次ぐ大敗の予想というふうなことが出てきております。大敗というふうに言われていましたが、ね、このような結果というふうなことが今言われているようですね。 こちら白川さんですが、アメリカ外交は中東はロシアとイスラエルに任せロシアの抑えは EU がやりアメリカは飼育封じ米と台湾に注力するというトランプ構想が正しかったこれでもこの形に戻すことに努力すべきだと思う バイデン大統領である限りは無理だが、ロシアを封じ込めるところで、ロシアが知りたいところは、アメリカではなく中国が埋める。つまり、ロシア封じ込めを続けると、実質的に、中国の影響力の拡大に手,手助けしていることになる。無意味どころか、有害というふうに解説しておられますね。で、こちら、トランプ氏家宅捜索で押収された資料の検証差し止め請求というふうに言われています。トランプ前大統領は22日、FBI が今月8日にフロリダ州の マー・アーラーゴへ実施した家宅捜索に関連し欧州資料の検証について監視役が任命されるまで差し止めるよう同州の連邦裁判所に申し立てたというふうに言われていますウスト・パーム・ビーチの連邦地裁に提出された申請書によるとトランプ氏はまた司法省に対し押収された資料のさらなる詳細を示すとともに捜索令状の範囲外の資料を返却するよう求めているというふうに言われています でこちら、ラインハート判事、トランプ氏の生成供述書を封印したままとする司法省の主張を正式に退け、家宅捜索を前例がないと断じ、8月25日までに公開することを命じたというふうなことが言われているようですね。はい、このように言われていたり、またこちら、あこれは共同通信がこのように報じているんですが、公文書は私のものと抵抗、引き渡し要請にトランプ氏と。 ニューヨークタイムズは22日、トランプ前大統領が退任時に自身の邸宅マール・アラーゴへ持ち出した公文書の引き渡しを公立公文書館から求められた際、私のものだと主張して抵抗していたと報じた。複数の関係者の話として伝えたというふうに言われていますね。日本は完全トランプさん叩きみたいな感じになってますもんね。日本のメディア、日本のメディアはね。で、こちら。トランプ大統領は声明。 憲法修正第4条のもと私の権利についての申し立てをフロリダ州連邦地方裁判所に行った不当に持ち出したすべての物品を直ちに返却するよう要求したというふうにこのように発信されていますねでこちら白川さんはこのようにおっしゃっていますトランプ前大統領が FBI による家宅捜索に対して提訴して特別補助裁判官を指名するよう求める 不屈の男が反撃開始というふうに言われています。ね反撃開始されたということで、もうめちゃくちゃやられてますが、ここからね、ね反撃されるということで、トランプさんしっかりやっていただきたいですよね。 で、こちら、ABA にあるトランプ襲撃の本当の目的は核文書ではなく、トランプ大統領が保持していたロシア疑惑の真実を暴くための文章の応酬だった可能性というふうな記事も出てきていますね。ちょっと読ませていただきたいと思います。これ日本語訳された記事かと思うんですが、ABA にあるトランプ襲撃の背後にある本当の目的は核文書ではなかったと当局者は言うというふうに言われています。ABA がトランプ氏、家宅捜索の真の目的は核文書ではなかったと関係者が語る。 アメリカ情報当局者が2人がニュースウィークに語ったところによると、当局はトランプ氏の指的隠し場所の免罪符を欲しがっていたという。ABI は機密文書に関する連邦法に違反した可能性があるとして、ウルーダ州にあるドナルド・トランプ前大統領の自宅を固く捜索した。ABI はこの文書は非常に機密性が高く、中には核兵器に関わるものでさえあると主張している。ニュースウィークの取材に応じたアメリカ情報関機関の高官2人によると、 家宅捜索の本当の目的はトランプ氏の私的な隠し場所の文書を押収することだった。情報筋によるとトランプ氏はロシアとの共謀の主張あるいはその他の2016年の選挙関連の容疑を晴らすためにこれらの文書をまとめたという ABI はトランプが政治的利益のために情報を武器化することを恐れていた核兵器説は家宅捜索を当正当化するための方便に過ぎなかった。 情報当局は核兵器文書を消してトランプの私的な核証書を知らせた情報源を保護しつつ、住居への家宅捜索を正当化するために使われた焦点オンリーではなかったと述べている。もしこれらの情報数字が正しければ、情報機関はトランプを家宅捜索し、全大統領が無実を証明したり、彼の性的の怪我で汚れを明らかにする にしたりするための、を防ぐために、偽のシナリオを作り出したことになるというふうに言われていますね。まあ、この情報機関が正しければという前提ですが、ね、いろんな怪しい陰謀が裏にあると、陰謀,陰謀って陰謀論みたいになっちゃうんで、いや怪しい目的があって、このようなあ襲撃がされたというふうに言われていますね。はい、皆さんどう思われますでしょうか。ぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたらと思います。 でこちら、MI2 さんですね。国葬儀について、岸田内閣はちゃんと説明していないのが大問題。ふわっとした情報だけで賛成反対で世論対立している。早急にどういう国葬儀なの規模は国民は参列できるの喧嘩できるの概要を早急に発表するべき。ちゃんと説明しても反対するやつは信条なんだろうから、反対し続ければいいと思うというふうに解説しておられますね。 でこちら、ラサールイ CC ーーが月刊花田の国葬アンケートに言及。一人で500も服赤作って投票というふうにツイートされたようですね。はい。で、えー、皆さんもご存知の通り、賛成反対か、国葬賛成反対かというのを月刊花田さんのツイッターが取っておられたんですが、で、えー、月刊花田さんのツイートが、こんなアンケートは意味ない。統一協会による組織票、動員かけるな。 過半数の賛成では負け、アンケートを必死で拡散しておきながら負けそうになると誹謗中傷、恥ずかしくないですかなどと反論したことに対して、ラサールシーさんが、いやいや、一人で500も福岡作って投票したアンケートなんて意味ないでしょう。しかも、あんたら、アンに巻き返せって号令出してたがな。拡散は悪いことじゃないでしょう。一人一票守ってんだから福岡はあかんでしょう。 最初、冷静を沿ってたけど、コメント露骨になってきたね。編集部の人って中学生なんと福、福赤複数アカウントでの投票を、複数、皮肉交じりに批判。その上で何度も言うけど、アンケートに勝ち負けはないからと釘を刺しているというふうに。ねラサール C さんがこういう発言されたんですね。 で、こちら、安倍元首相、国葬中止求め、上野千鶴子氏らが署名呼びかけというふうに言われています。いろんな方々が呼びかけておられるそうなんですが、東京大学の上野千鶴子、名誉教授や作家の落合氏、東海大学の教授、こちらの教授など17人が求めているということなんですね。で、こちら、それを月刊原田さんが紹介されています。安倍元総理の国葬反対デモで疑惑を話してから亡くなれよう。 あえて言い方変えてますけど。と演説した作家の落合氏の呼びかけに賛同する人などいるのでしょうか。なぜメディアも人権派もこの発言を叩かないのか狂っていますというふうに紹介しておられますね。で、こちら島田洋次さんも紹介しておられるんですが、アメリカ上院はバーニー・サンダース氏のような極左まで含め、安倍首相の外交業績を大きく立て強くする決議を全会一致で通した。 日本の左翼はこの事実をどう説明するのか。森け桜統一協会で、アビバ許せないと騒ぐほど愚かなのは、世界中で日本の左翼とマスコミだけということだ、というふうに言われていますね。で、こちら、アビルさんですが、ふと思い出した、そういえば安倍さんは、首相時代の5年ほど前に、ネットがなければ私の政権はとっくに倒れていたと話したことがあった、というふうに言われています。やはり、マスコミなどのコントロールを受けている方と、 ネットでいろいろとチェックされているこういう層の、こちらの方が30代までと40代以降との断絶がすごいというふうに言われていますが、ね、やっぱり4十30代までの方、と40代以降との方のことについてそのように分析されていたということでしょうか。もちろんこの文、ね、文化人ご覧くださっている方、いろんな層の方々いらっしゃると思うので、一概に層という方ではないとは思うんですが、大まかに言ってそういうふうに い,い考えととられたということなんでしょうかねでこちら西村浩雄さんですが「四国最新白書で一国二制度方針撤回を示唆台湾は非難」というふうな記事を紹介されています8月10日のことだが安倍元総理暗殺の1約1か月後に四国は台湾への侵略意図をあからさまにしたというふうに改めて紹介しておられますねでこちら山岡さんですがこの NBC ニュースを見ると警備員が 候補者の佐藤圭を抱きかかえて守ろうとしているのがわかる。40秒過ぎ。安倍さんだけが丸裸の標的だったのが明らかだ。最初から守る気がなかったと言われても仕方がないだろう。県警はなぜ佐藤圭だけカバーし、安倍さんを放置したのか説明せよというふうに言われていたり、 またこちら、奈良県警は立憲にも維新にも警備上の懸念から演説場所の変更を要請したのになぜ安倍元総首相の際だけ無条件に許可したのかという疑念がある。もしこの暗殺が入念に計画されていたならば、同じ場所で事前に演説回答を解説して、位置関係の確認作業を行った可能性がある。ぶつけ本番はしないはずだというふうに言われていますね。 で、こちら、白川さんですが、奈良県警が安倍元首相暗殺についてだんまりになってしまった。最初のめちゃくちゃな情報リークの訂正もせず、単独犯の証拠も出さず、共犯の有無も潰さず、結局何をしているのか、そもそもなぜあんな危険な場所であんな手薄な警備で演説をさせたというふうに言われていますね。ね、奈良県警が怪しいというふうにいろんな識者の方がおっしゃっていますね。で、こちら。